クリアソン大賞2023、よっしゃ。本日はですね、2023年の名シーンをベストゴール、ベストプレー、ベストアシスト、ベストゲーム、ベスト盛り上げ男、はい、部門ごとに振り返っていきたいと思います。対象はですね、クリアソンのスタッフがみんなで あーでもないこうでもないって言いながら選んでくれた、うん、楽しいです楽しいですね。どうですか、ね、じゃあまずベストゴールから、はい、このゴール良かったらみたいのあります？ストーリー的に上田浩太フリーキックが個人的には、なるほど、一番いいんじゃないかなと。引退発表後の、はい、ティアもアウェイのセグ君の1点目かな、うん、適当に打っただけです言い方、まあ、間違いではない、適当は適当に打っちゃったやつシュートを打とうとしたもん。あ、じゃあそこは意思は、はい、早速じゃあベストゴールの対象、動画流れますんでお願いします。おこれじゃん、やっぱこれだよ、これだ、やっぱこれだよ、やっぱすごいね、これ、やっぱこれですか、すごかったもん、言って俺が言っちゃったもんだから嬉しすぎて、いやおめでとうございます、ベストゴール、1点集中、シュートのみしか考えてなくて足振ったら入ったあ、他にもね、セグの大賞以外にもノミネートゴールがあったということで見ていきましょうか。なんか上田推しっすね、やっぱ確かに出てくるね、うん、ちょっとこれ置きがいいんだよ、いやー、そうですか、これでヤシッと1つかせさせてもらったのでねいやなるほどね、ベストゴール以上となります。あります、納得。あれすごかったね、うん、あれマジすごかった、すごかった。ベストアシスト、アシスト、ベストアシスト、なんかイメージ湧くのあります？沖縄戦の上田浩太、斉藤和樹じゃないですか。確かにあれナイトゲームのね、うん、クソ盛り上がったし、ね、盛り上がった、もう一発決まってみんなも会場一つになったみたいなとこあったんで、確かに大賞、大賞、はい、いきますか。これも動画ありますか？おうわ、当ててきますね、当ててくるね当てた方がいいんじゃないかこのね、うん、ここ通すのすごいっすね。あれあれですか、適当っすか、ね、まず雄平がめっちゃ右で呼んでたけど、うんうん、なんか違うなと思ったんですよ。で、まだ和樹がちょっといいポジションに行くまでちょっと溜めてたのはあります。あ、これそれドリブル待ってたんだ、ちょっとだけ、うんうん、ありがとうございます、受賞おめでとうございます。ありがとうございます。ベストプレー、ベストプレー、ベストプレー、じゃあ大賞いきましょうか。はい、はい、お願いします。お、国立、ナイスセーブの、まさか、あ、これかなるほどね、これがちょっと予想外ですね確かにね、まあ、なんかクリアソンらしいねというか、ね、相手チームの選手だしね、うん、ハートフルなね、はい、人間性が高い、素晴らしい、ありがとうございます。出るなら止めてる方かなと思ったけど、はいはいはい、やっぱ伸ばしてるところにクローズアップしてるというか、そこを見てくれてるってところがなんか嬉しいなっていうのはありますし、うんうん、あの時は多分自分がたまたまその近くにいたからなったけど、結構多分みんな自然に多分やれるじゃないですか。なんかクリアソンが大事にしてるものなのかなっていうのはすごい去年プレーしてても仕事してても感じたんで、うん、あ、ノミネートもあるみたいなんで、はい、見ていきましょう。うわ、これね、沖縄戦ね、これは止めた感、自分では、こっちプレーですね、うん、こっちはプレーで、うん、やっとっすね、やっと、結構押されてて、その中でもこのプレー1本出せて、ちょっとチームに流れ引き寄せられたかなっていうのは感じたので、うん、あれ入れられてたら全然違う試合展開にね、多分なってるもんね、うん、以上、ベストプレーでした、うん、はい、ありがとうございます。これなんか気になるよね、うん、ベスト盛り上げ男ってなんかどんなんが出てくるのか全然想像つかないんだけど、サッカーの中で地域の活動も含めていきますかね、はい、対象を見ていきましょうか。
出てきますね。出ますね。出ますね。瀬川の54321クリアソン。みんなで声出していきましょう。大きい声出すと、何ていうかね、テンション上がるとか、うん、アドレナリン出るんで。結構今年名物にね、うん、なってたよね。試合直前の写真を撮るタイミングが、うん、写真、チームの集合写真を撮るタイミングがあるんですけど、その時にこう秒数を決めてやるんですけど、その中の54321クリアソンっていうのをこう続けてたら、みんながやるようなものになって、うん、恒例行事になった。いやー、盛り上げようともいいっすね。ラストベストゲームベスト試合ということで、池の逆転ゴールの試合は鈴鹿戦、アウェイの鈴鹿戦、オフィスでみんなで見てたんですよ。あ、オフィスでね。それですごい盛り上がりがすごかったんですよ。で見てて感動しました。やっぱ国立の逆転勝利、これやっぱ印象的ですね。なるほどね。じゃあ行ってみましょうか。ベストゲーム対象は、いや国立ね、これですよね。今日なんかあれだね、当たるね。当たりますね。当たるね。すごいなんていうんですか、イベントというか、うん、大きな舞台、ね、まあ、大事な大きな舞台の時に前半 0-1 でロッカールーム戻ってきて、やばいなっていうのはあったっすよね。ちょっとなった ね、歴史的なね、ある意味国立での初勝利につながってたっていうところですね、うん、いやー、オノミネート、わー、やっぱ出てきますね、うん、ありがとうございます。クリアソン初の、うん、天皇杯本戦出場ということでね、うん、リーグに出てなかったメンバーがこう試合に出るようなね、うん、チャレンジもして、チーム全体でなんか勝ち取った勝利だなっていう感じはあったんで、うん、そういう意味ではすごくまた違ったね、印象深さがありますね、うんうん、いやー、ありがとうございました、うん、はい、以上で、クリアソン大賞2023の発表が全て終わりましたが、いかがでしたでしょうか。今年はまた3人がもっともっといいプレーに更新していってくれるのを楽しみにしてます。そんなに今年とか大賞狙うとかじゃなくて、やっぱ自分の良さを出すのが、まあ、そういう大賞とかにつながればいいなというところで、まあ、そういった大賞が何個も何個も出るぐらいいいプレー、いい人間になれるように戦っていきたいなというところです。今年はやっぱり点を取ってみんなで喜び合いたいなっていうのが一番あるので、点数を多く取って、見に来てくれてる方とかいろんな方に感謝も込めて勝利を届けられればいいなと思います。もっとこういろんな試合がもう選べないぐらい、うん、あの試合がとかあのシーンがみたいなものが出てくるように、またみんなで切磋琢磨しながら頑張っていければいいなというふうに思いました。まあ、ご覧いただいている皆さんにもですね、今年は、何が選ばれるのかななんていうところもですね、試合会場で、それから YouTube で、ぜひ注目していただけたら嬉しいなと思います。また今年、いろんなところでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。